トリガー、そしてカウン。違ったよ、怖い敵は。最高を撃たれる気がかりだな。
照射されている。ミサイル発射。ミサイル受けるぞ。他の存在は君。
しまったようだな。ストライダー1、目標を捕捉。敵は2小隊、それぞれ高度の奥に引き付けて一気にする仕事していけ。新しい仲間の活躍も大きい。実際飛んでみねえと実力はわからんものさ。誰の戦果かは後で詳細に喋よう。さあ敵にとどめを刺すぞ。ようやく体がほぐれてきた。こっからやるね。俺の戦果をしっかり見てみろよ。作戦時間残り2分。プラットフォームのパージ成功。敵がミサイルを発射した。あと少しでプラットフォームを沈黙させられる。とどめの一撃は俺によこせよ。まだまだ迎撃が止みそうにないな。ラムコールは熱烈すぎると嫌われるぞ。目標を撃墜した。敵の攻撃が弱まってきている。このまま一気に押し切るぞ。洋上プラットフォームの完全破壊を確認。やってくれたな。見事だ。これで両方のプラットフォームを破壊したことになる。何より素晴らしいのは損失ゼロという点だ。このまま全員生き残れよう。基地の近くにいい人を見つけてな。人数分の名称を予約してあるんだ。作戦終了。敵に回復不可能な打撃を与えた。よくやった。今夜はとっておきのワインを開けるとしよう。新しい隊長のやり方分かった気がするぜ。もう一人の新入りもある意味特別なやつだと分かったな。前の部隊もひどかったが、ここでも仲良くやれそうにねえな。安心して背中を任せられる仲間がいりゃ俺も実力を発揮できるんだが。お前の背中は俺が見ている。安心して力を出すんだな。勘弁してくれ。作戦は成功した。敵の海上戦力に与えた損害は当初の予想を上回った。これ以上ない戦果だ。これにより東部沿岸に固まっていた友軍が動きやすくなるだろう。また